疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、やらかしました。自分の体を守りきれなかったです。タイトルの通りなんですけども、胸郭出口症候群、いわゆる、血行障害みたいな感じなんですけども、夜寝てて急に激痛が走っていってって感じで目が覚めたんですね。でそこから本当に一睡もできないぐらいずっと右腕が、右肩かな、右肩、腕をずっと痺れててやばいと思って、でも冷や汗だらだらなんですよ。これちょっとやばいなと思って、近所のちょっと病院行って見てもらって、そしたら胸郭出口症候群っていうやつで、ここに2本の管があって大きい、それがなんか筋肉、ちょっとなんかちっちゃい、なんか忘れちゃったんですけど、そこなんか筋肉で圧迫されちゃって、うまく血流が通ってないっていうやつで、で野球やってた人とか、そうなんか手を動かす系の、全部動かすけど、そういう人とかなりやすいっていうやつで、昔やってたからその影響もあるかもしれないですけど、あともう一個、その僕気絶して倒れたじゃないですか。倒れた時こっちからドーンってるんですよ。もしかしたらそういう影響もあるのかなと。気絶がいろいろ響いてるわけなんですけども、トレーニングができません。腕は上がるけど痺れます。リハビリもこれから行くんですけど、かなり、ショックです。これからだっていう時なんですけども、ノービス終わって気持ち切り替えてまたやるぞって感じになったんですけど、ちょっとトレーニングができそうにないです。レッグエクステンションとか、カールとかなら大丈夫なんですけど、スクワット担ぐだけでもちょっときついですし、あとはもちろんショルダープレスとか持つ系のアームカールとかもちょっときついんで、トレーニングができないんで、2021年の、減量シーズン、コンテストシーズンはちょっとこれで終わりにしたいと思います。リハビリに専念させてください。この右肩が治るまでちょっとゆっくり時間かけて、来年ちょっと出れるかまだ分かんないんですけど、頑張っていきたいと思います。YouTube はいつも通りね作っていくんで、よろしくお願いします。ではまた。